はい、おはようございます。バラなし、なんかあの神の政治的なところを言っています。はい、じゃあ今からバラなしに行きます。はい、バラなし到着しました。空港出ました。タクシーの勧誘が結構多いですね。空港までね、タクシーの英雄が何だろう、もう何だろう、8人ぐらい僕にずっとついてきてましたね。はい、今も1人まだついてきてるんですけど、そこは頼らず Uber で行きます。はい、じゃあ今から車で52分のところをトゥクトゥクで480ルピーで行きます。はい、車に揺られること約1時間、牛さんに会いました。はい、で宿ですね、こちら着いたんで、行きます。はい、宿紹介は明日の、ね、明るい時にやるとして、今からちょっとなんか飯食い行きましょう。はい、今ちょっとは栄えたところ歩いてます。はい、バラなしだとね、よく見るのがこの謎のカップなんで、これを注文しています。 This is card。 あー、なるほど。 Not Lassie。 This is card。 ラッシュじゃなくてこれラッシュ。 Not Lassie。 OK、カード。 OK、You need? OK、OK、 ラッシーじゃないパターンのヨーグルトらしいですね。ああ、yes。 シュガー、うん、このヨーグルトですかね。うん、うん、めっちゃ粗いね。はい、シュガーはほぼザラメですね。めちゃくちゃ粗いです。はい、じゃあちょっと食ってみます。はい、砂糖粗すぎてうざいです。普通にヨーグルトですね、甘いヨーグルト、うん、ザラメのジャリジャリが半端ない。この壺はコニスロットのことだったんで捨てました。まあ、あと甘いの苦手なんであんま食わないんですけど、こういうね、インド菓子はいろいろと売られてますね。なんだこれ、アルミがかかってます。はい、こんな感じです。で謎のなんかお茶っぽいのを製造してたんで。ジャパニア、コリア。あ、ジャパニア。ジャパン。はい。This is chimpy。あ、フロムジャパンですね。Chimpy、chimpy。Chimpy。chimpy っていう。結構人が並んでますね。なんか。で、じゃあ食べたらしてます。あんでじゃあ食べれるところ。これは初めて見ますね。そんな草が浮かんでます。はい、来ました。初めて見ますね、これは。飲んでみます。はい、独特ですね、癖がすごい。これはね、すごいいろんな味が入ってるんで、一概にスパイシーとは言えないですね。なんか、まあ、いろんな複雑な味がもわーってきますね。まあ、健康には良さそうな気がせんこともないっていう感じの味です。まあ、とりあえず言えるのはレモンの酸味と甘さが若干ありますね。あとは癖がいろいろあります。はい、インドらしいね、こちら。正式名称わかんないですけど、糖尿病玉ですね。糖尿病まっしぐらの、まあ、揚げた小麦粉と
シロップで漬けたやつですね。これを10ルピーで買いました。ちょっと片手でカメラ持ってるんでかじりすぎます。意外とうまい。そんな甘くない。はい、期待値下げまくったせいか意外とうまいですね。そんなに甘すぎない、ただね、糖尿病になることは多分確実でしょう。もうこれ普通にインドの中で結構好きな部類に入るかもしれないですね。これうまい。バラナシはちょっと蒸し暑いですね。まだはい、汁続きですけど5ルピーでね、チャイを買いました。インドのチャイはマジでうまい。これはそんな美味しくなかった。ちょっと甘さ控えめですね。これここはゴミを捨てる場所ですね。牛がなんかいろいろと漁ってます。はい、腹を壊した時のね、ちょっと違和感が腹にあるんで、ちょっと宿に向かいます。はい、水1リットルを20ルピーで買いました。はい、今日はねここで、ちょっと飯食っていきます。これ買いましょう。はい、この120ルピーのセットを注文してみました。はい、まあ米と、まあなんだろう、ロティか、野菜炒めっぽいです。でカレーと玉ねぎですね。はい、食います。まあ、ちょっとせっかくスプーンがあったので、スプーン使います。はい、いいです。結構サラサラのカレーですね。カレーっていうよりスープに近い感じですね。ほぼ野菜スープですね。とろみのあるオクラとか入ってますね。あと豆とかも入ってますね。ほぼ素材の味っていう感じですね。ウコンの素材の味、結構辛めですね。はい、次これ食ってみます。まあ、給食で出てくるテンションで食うやつ、みんな黙って食ってるやつ。ちょっと写真の見た目良かったんですけど、あんまりちょっとなんか実際見ると違いますね。これはピクルスというか、なんか漬物っぽい感じの辛いやつですね。はい、はい、おはようございます。はい、ここはねヒンドゥー教の聖地ガンジス川があるところなんでね、川があると言ったら魚ということで、フィッシュマーケットに行きます。はい、車で30分で200ルピーでしたね。フィッシュマーケット向こう側なんでちょっと行ってみます。はい、こちらフィッシュマーケットですね。まあ、意外と小規模。なっぽいやつ。これはナマズです。なるほど、マジで小規模だ。この魚はもう若干丸くなってます。昨日取れた、おととい取れたぐらいの魚。これも悪そう。気持ち程度に氷やってます。エルサ。はい。おお、ハエがなんか。ハエがすごい。ハエがすごい。おお、これは濃いですね。ハエがすごい。ナマズ。え、これはもうこれだ、ここだけ？フィッシュマーケット他にがないの？ああ、ちょっとあるかもしれないんで、ちょっと行ってみます。あっちにフィッシュマーケット。ああ、なるほど。じゃあちょっと行ってみる。ありがとう。Thank you。ここでは魚とチキンをさばいてます。はい、この魚も見せてくれました。品揃えが、まあ、少ないですね。はい、ちょっと珍しいのが結構フレンドリーな感じで見せてくれましたね。まあ、朝10時に来た影響もあるんですかね。もっと早く来ればいい魚があるかもしれないです。でここではなんか
リスとかがいますね。リスと、チキンですね。チキンがゴミを漁ってますね。さらにそこにはカラスが。ここではなんかイタチっぽいのがいますね。いろんなあれがいるな。ここにはスラムっぽい家がありますね。はい、ちょっと降りてみようかな。もう下はね、あのところ見ただけです。チキンは強いね。皮は本当に汚いです。臭い。バラなしはね、比較的というか今まで一番交通量が多い気がしますね。はい、川の向こう側では、釣りをしているね、棒の竿で釣りをしているキッズたちがいますね。でさらに、その奥の方ですね、奥の方では牛の楽園というか、はい、牛とチキンもいるな。チキンじゃないな、変な鳥もいますね。ちょっと近寄ってみます。はい、まあ、ゴミがなければそして川が澄んでいれば結構いい感じの広場ですね。ちょっと牛さんにご挨拶に行きましょう。まあ、こんな水できるんだって思うぐらいの汚い水ですね。はい、来た、近寄ってきた。いや、近づくと結構怖いですね。だいぶでかいですから、力も強いし。こんにちは。ちっちゃい魚を釣ってますね。タナゴっぽいやつですね。ちゃうちゃう。Thank you。糸は裁縫用のなんか糸みたいな、全然透明じゃないやつですね。ここにポツンと神がいたりします、ね。はい、じゃあ今からね、ガンジス川とあの仮装場に行きます。はい、まあ、タクシーのうんちゃんからね、この先、ちょっとかなり混んでるからもう歩いていけってことでね、徒歩で20分ぐらいのところまでね、なんか急に降ろされましたね。あれ多分あれですね、目の前運んでるのは亡くなった方の遺体ですね。多分そうだと思います。人の数がとにかくすごいですね。みんな何だろう、ガンジスが向かってるのかな。はい、このおチョコみたいなチャイをボルピーで買いました。ここのチャイ屋のチャイもね、あんまり甘くないですね。この変な燃やしてるのは牛のうんこかもしれないですね、もしかしたら。めちゃくちゃ細い路地とかあったりしますね。ここら辺多分何もないと思うんですけど、楽しそうなんでちょっと入ってみます。はい、ゴリゴリの住宅街ですね。住宅街なのか。この細い路地でも、なんだろう、神が立て祀られてますね。バラなしはね、リクシャっていうのかな、あのチャリンコで、移動しますよっていうタクシーみたいなやつも多いですね。まあ、こういったね、屋台は至る所でやってますね。はい、これをですね、20ルピーで買いました。なんか意外とぼったくってくるというか、ふっかけてくる人いないですね。はい、はい、じゃあ食べます。いいです。ああ、うまいね。
まい部類になると思いますね。これこんな辛くないし、意外と日本人でも親しみやすい感じのカレーの味ですね。まあ、朝食カレーとしていいと思いますね。今10時11時ぐらいですね。あ、いや、それはもう大丈夫。この屋台で、これなんだろう、これですね。これを20ルピーで買いました。はい、まあ、これを崩した後にこの上にですね、このパニプリを崩してこういう風に振りかけて食ってました。はい、いろんなお菓子系ですね。スイーツ屋ですかね、ここは。はい、まあこのようになってます。あんまり美味しくないね、これ。なんだこれ。甘くはないし、なんか変なスパイス感あるし、うん、まあ、とりあえず好きではないけど。ガラマスは泡だけじゃいねえ、バシッジャイ。25ルピーで買いましたね。はい、行ってみます。チェンナイとかバンガロールでは見なかった料理ですね、これ。行ってみます。コロッケうまい。優しい感じの味ですね。そんな辛くもないし、まあ、うまいコロッケの上にサラサラしたねカレースープ乗っけましたって感じの味ですね。うん、これは普通にいいと思いますね。うん、なんかこれ結構うまいですね。あとこれ葉っぱでできた皿ですね。バナナの皮かな。あとなんかちょっと若干甘みを感じますね。うん、これうまいっすわ。はい、またチャイヤで6ルピーでこれを買いました。やっぱこっちのエリアはあまり甘くないですね。甘いは甘いんですけど、まあ、南のエリアほど甘くはないです。はい、良さげな食堂があったのでここで飯食っていきます。また空っぽいでみる。カレーですね。ナスかこれ。ナスと汁っぽいカレーと豆カレーですね。とこれは焼きたてチャパティ2つですね。で60ルピーです。はい、ちょっと食ってみます。はい、精進料理って感じの味です。これもなんか紀元前ぐらいのパンの感じがありますね。もそもそしてますね。もそもそしたチャパティです。はい、じゃあこれ振っています。はい、いただきます。精進料理ですね、これ。追加されました、まあ、多分ヒンドゥー教飯なんでしょうね。全部肉がなくてですね、結構野菜オンリーのカレーです。これ
はね、比較的美味しかったです。はい、さっきのカレーなんだかんだ辛かったですね。この商店で、水を20ルピーで買います。あ、はい、いきなりなんか音がし始めてます。はい、もうちょいでガンジス川近くなんですけど、あと火葬場ですね、それっぽい雰囲気が結構出てきましたね。はい、向かいます。はい、川に近づくにつれてね、詐欺師っぽい人が増えてきますね。私はボランティアであなたをガイドしますよみたいな、お金いらないって、でも普通になんかつたない日本語で言ってきたりしますね。はい、ここ登ってきました。こちらガンジス川ですね。でかいね。で、目に入ったのがこれですね。なんかみんな木みたいなのをなんか掘ってますね。砂金かなんか掘ってるのか、砂金はねえか、さすがに。はい、今僕のね真後ろでは死体焼かれてるんですけど、まあそれは取っちゃいけないんでね、ちょっと控えておきます。今2階で死体焼いてますね。これインドの人を隣、ちょっとうるさい。この人たちはなんか砂金を集めてるらしいですね。隣のインド人が言ってました。ガンジスでかいですね。はい、こちら川なんですけど、死体を焼く用のね薪が、死体を焼く用のね薪が続々と運ばれてますね。はい、さっきまで僕がいたところはここの2階ですね。なんだろう、独特の臭さ、あ、まあ強烈な臭さとか別になかったですね。はい、犬が涼んでますね。はい、体を焼いた後はね、このなんだろう、焼いたものをこのガンジス川に投げるらしいんですけど、まあ、そのなんだろうな、残り物というか炭がね結構ありますね。はい、ちょっとだいぶ暑くてね、ちょっとしんどくなってきたんで、一旦戻ります。はい、写真撮ろうって言われたんで、撮ってます。はい、ここでも昨日食ってます。まあ、昨日食ってるやつより若干甘い気がします。はい、はい、じゃあ帰ります。この道歩いてると死体がどんどん、ね、運ばれてきますね。4、5人ぐらいで、数えてますね、1体を。猿がいます。猿が暴れてますね。あっちにもいるわ。猿いるんだな。Where from? Japan. はい、これを20ルピーでやってもらいました。
はい、Uber の車がね、多分渋滞かなんかで来ないんで、この陸車で行きます、100ルピーですね、徒歩30分ぐらいのところ、まあ、若干高めだと思いますけど、まあ全然いいとしましょう。はい、車内というかね、箱の中はこのようになってます。あー、で、こんな感じですね。はい、宿の紹介しておきます。こちらが僕のベッドですね。扇風機もついてます。で、エアコンもありますね。14人部屋ぐらいですね。で、ここはさっきいた部屋で、これが、まあ、2階の、まあ、なんだろう、中ですね。外には、まあ、開放的な、なんて言うんだろうな、バルコニーもあります。で、こちらはトイレ兼シャワールームですけど、まあ、女性は無理でしょうね。無理な人は、はい、一応無料の水もついてますね。はい、ちょっと定番スポット見落としてたらしいんで、今からね、ちょっと Uber のタクシー、まあ、バイクですね、バクシーのバイク乗って、行きます。聞こえてきてますね。はい、まだ途中なんですけど、めちゃくちゃね、老舗感、いい味出してるお菓子屋があるんでね、ここでちょっと一つ買っていきましょうか。この白い玉パンパン、はい、この老舗感半端ないね。はい、この白い玉は12ルピーでしたね。振っています。これ押した感じ、ほら染み出して、なんか高野豆腐みたいになってますね。はい、じゃあいただきます。うん、まあ、意外とうまいね。食感をね、なんかグニョグニョ、ゴミゴミゴミよ、ゴムっぽいような感じの味ですね。で、下はちょっとね、甘すぎないですけど、甘い汁ですね。意外とうまい。ここはまた別のお菓子屋さんですね。謎だな、これは。はい、これは40ルピーで買いましたね。まあ、見た目なんかは汚いですね。はい、ちょっと食います。はい、じゃあこれ食ってみます。いただきます。そんな美味しくないですね。詐欺師みたいな人たちがいっぱいいますね。はい、全体的な、まあ、印象を言うとぬるんみたいな感じですね。そんな甘くもないですね。はい、この道を、まあ、反対側に行くとですね、ちょっとガンジス川の、結構かなりもう土定番な景色が見れますね。はい、ダッシャーなんちゃらガードに来ました。うん、まあ日中僕が行ったとこやけに観光客いないと思ったら、全然なんかすごいローカルなとこしかだったみたいですね。はい、ここが土定番のところらしいです。まあ、季節的な影響でね、水位の関係もあるのか、なんかあんま僕の知ってる景色じゃないんですけど、はい、この季節は、今行ってる僕がいる季節は若干水位が上がる季節らしいです。はい、灯籠流しじゃないですけどね、水面にはこのようにろうそくと花が浮かんでますね。はい、はい、7時になるとね、なんか祭りみたいなのが開かれるらしいんで、それまでちょっとなんか飯食います。はい、この謎のフルーツ売ってたんで、まあ、一口味見させてくれたんでね、5ルピー渡して、はい、ました。でこれ食ったんですけど、そんな、なんか甘くないですよね。うん、甘くないシャリシャリの何かっていうフルーツっていう感じです。ここら辺はなんか栄えてるというか、建物の外装が比較的綺麗ですね。ウシ元気？ウシ元気？元気してる？し元気？はい、今ダッシャシュアムドガットロードっていうところを歩いてます。これ20ルピーですね。はい。まあ、いろいろ入って、
Do you know the Portuguese table? Ah, yeah, yeah, that's good. Do you mark it to do? これ前も食ったやつですね、これ。なんか持ってくれても。はい。OK。ありがとう。Thank you。うん。まあ、これはね、うまいっすね。これは。あ、もう大丈夫。ありがとう。いや、スイートソースを追加してもらいましたね。うん、みんな続々とね、川の方に向かっていってますね。はい、ここの店で一番右のやつですね。右のやつ130ルピーと、あとこのなんかこれをなんか甘いらしいんで買っています。はい、なんか受けてます。はい、これはラブリーっていうらしいです。はい、とりあえず買っています。もちもち、なんか豆腐崩したやつみたいな食感と、なんかミルキーな、うん、甘さですね。はい、来ました。こちらキチリっていうらしいですね。130ルピーです。グリーンピースと米が入ってますね。白い豆腐みたいなのも入ってますね。で、これは甘いソースですね。キュウリ漬物ですね。はい、じゃあとりあえずキチリ食っています。はい、いただきます。あ、甘いソースがあるとうまいですね。これ単体だとそんな美味しくないんですけど、これがあるとね、普通に美味しくなります。あと大気汚染でひたすらなんか鼻水出てきますね。インドにいるごとになんかどんどん体調が悪くなってます。じゃがいもをルーに溶かしたようなね、結構ドロドロした感じのカレーですね。トータルで払ったのが220だったんで、あのデザートみたいなのが90ルピーでしたね。はい、チャイ10ルピーで買いました。あと23、うるさい、あと23分後にね、ちょっと祭りがあるんで、ちょっと行きます。もうすでにカレーの音がしますね。久しぶり。今日の量が、今日の量がすごいですね。もう船に乗ってる人もいますね。さよなら。みんなあそこの船に乗ってるのはあそこからしか見えないものがあるらしいですね。この向こう側になんか見えるやつがあるらしいですね。フェスティバルが確かに奥の方でなんかやってますね。はい、200ルピーでね、このボート乗れるらしいんでちょっと乗ってみます。決まりが早いから。チャイ屋さんが船の上を渡ってますね。水釣ってる人もいるな。はい、普通に200ルピー払って、大丈夫でしたね。それ以上請求されませんでした。はい、船の上は結構人がいますね。まあ、水位が上がってなかったらみんなね、ちゃんと下の方に降りて、このなんだろう、ここで見れるやつは見えたんでしょうね。はい、19時になりましたけど、なんか上でなんかやってるだけですね。これで終わりだったらちょっとだいぶがっかりですけど、なんか上でやってますけど、上でしかやってないみたいですね。結構遠いよ。ただみんなね、このちょっとした炎に、はい、だいぶ注目してますね。宗教の力って感じですね。はい、
はい、帰る人が出てきてるんで、なんか帰ります。はい、良さげなね、飯屋を探しつつ宿に戻ります。はい、ここではですね、もも出ますね。餃子みたいな、のびちゃんと合うか。はい、これ30ルピーですね。はい、こちら30ルピーで買いました。いただきます。クオリティは低いですね。皮は結構固めでもっさりしてて、あまり肉の味もそこまで感じないですね。まあ、劣化したちょっと冷凍食品って感じの味です。はい、また日中と同じ、道をですね、リクシャで帰ります。日中は100ルピーだったんですけど、今回はね、50ルピーで、行きます。おっす、今からね、ネパール行きます。はい、空港到着しました。ネパール到着しましたね。とりあえずこのエルセルってところで、通信設定していきます。 SIM カード買います。はい、というわけで今回は以上で終わりたいと思います。もしいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そしてですね、こちら書籍の方、ぜひ、ね、参考にしてもらえたらと思います。はい、まあ、セミリタイアする人じゃなくてね、まあ、とりあえず楽しく行きたいって、いう人は誰でも参考になると思うので、ね、自信持って胸張れて張れるんで、よかったらですね、参考にしてもらえたらと思います。というわけで今回は以上です。おろす。